はい、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。国会の方ですが、TPP、いよいよ佳境に入ってまいりました。我が党一貫してですね、この TPP を推進するという立場で、委員会にも出席をして、質疑を行ってまいりました。物事はですね、何かするということであれば、必ずメリットとデメリットが発生するわけでありますので、デメリットがどういうところにあるのか、そういうところら辺を中心に質疑を進めてまいりましたが、党としては大体問題点が、絞られてまいりましたので、この後ですね、特別委員会において、さらに質疑を深めていく、もしくは修正なり、与党に求めていくというスタンスで臨んでいきたいというふうに思います。それとですね、先週土曜日に大阪の方で、戦略本部会議並びに常任役員会を開催をいたしました。常任役員会の方では、衆議院の4支部長、決定をいたしまして、今最終の調整をしておりますので、また来週頃ですね、公認内定者、いわゆる支部長を皆様方にご報告できるかというふうに思います。それとこの日曜日、衆議院の東京特候補にも決選挙がありました。結果は大方の予想通りということでありましたが、同日にですね、富山県の県議会の決選挙を行われまして、我が党の公認候補、また自民党、これなんですかね、おころ県民の会という、いわゆる野党共闘だと思いますが、3人の候補者が立候補いたしまして、自民党の候補者が当選をしたわけなんですけれども、日本維新の会として地方選挙富山県で初デビューということでありましたが、得票は21,713票、得票率で申し上げますと 28.6%、得票をいただきました。野党連合よりも、この心県民の会ですかね、野党連合よりも我が党単独の方が票数が多かったということでですね、富山にも大きな一歩を踏み出せたんではないだろうかというふうに思います。来週日曜日から今度は富山の市議会の決選挙、13名の選挙が行われますので、現在3名の公認候補を決定をいたしておりますので、来週日曜日からまた戦いの馬を進めていきたいというふうに考えております。先般は新潟の市議選挙がありました。やはりですね、新潟の方は野党連合が勝利をするということでありまして、地域の課題、こういうものがですね、争点になれば、自民党も完璧な強さではないなということがだんだん分かってきておりますので、いかに地域の課題を組み上げてですね、それを争点化していくということが非常に大事だと思いますので、市議会の決選挙においてもそういう観点でやっていきたいというふうに思います。今日は以上です。それでは質疑応答とさせていただきます。挙手の上、所属お名前を述べてからご質問くださいますようよろしくお願い申し上げます。
まあ、その交渉事項がどこまで進むかということで判断するということです。産経新聞の山本です。憲法の関連なんですけども、審査会を動かすようにということを申し入れ等とされてますけれども、まあ、現状はなかなか審査会がまだ開かれていないという状況でして、この現下の状況についてとですね、まあ、国会もだんだん残り少なくなってますけれども、今国会でどこまでやるべきか、そのあたりをお願いします。まあ、この問題はですね、与野党ともに、まあ、努力不足ではないだろうかというふうに思います。まあ、自民党側もですね、きちっとこの TPP の特別委員会を運営しているような強気の姿勢でですね、審査会を開く方向で努力をもっとしてほしいですし、まあ片方野党第一党の民進党さんはですね、まあ、幹事長も全で、まあ、キャンセルすると、まあ、憲法審査会は政局抜きの審査会でやろうというのが、まあ、暗黙のルールなんですけれども、まあ、常に何かにこう絡めてですね、特に今回であれば TPP 特別委員会に絡めて、まあ、そういう暴挙に出ているわけであります、まあ、我々国会議員の重要な役割でありますこの立法という問題を避けて通っているという状態では将来の日本に責任を持つことができないと思いますので、これはもう一日も早く定例日も決まっておりますので、開催をしていただきたい。そして、まあ、開催をしてもですね、残り回数少ないと思いますが、やはり何度も申し上げておりますように、各政党がこの憲法改正について改正すべき条項を審査会に出すということが議論の始まりになりますので、まあ、そういうことをですね、審査会の衆参両会長が各政党に呼びかけている。まあ、おそらく残り日程を考えてもその程度しか進まないと思いますけれども、まあ、できるところまで突っ込んでいっていただきたい。関連で自民党側の消極的な理由っていうのはどういうことですか。まあ、去年ですね、平安国に大きな影響を与えました。まあ、ご案内のように参考人で、招致された学者3人がですね、集団的自衛権の憲法解釈の見直しが違憲であるという意見表明をされた直後からですね、まあ、平安国も荒れましたし、憲法審査会も全く開かれないようになったということですので、まあ、この国会でも重要事項が片付かない間は、おそらく自民党さんも積極的にはならないのではないか、というふうに。
意見の一致を見ているわけではありませんし、まだそのような場を作るという話にもなっておりません。あくまで、試験としてはですね、今の天皇陛下がやはりこれまでの天皇陛下の中でもですね、一番この国民の象徴でありたいというお気持ちが強い天皇ですので、やはり先般のお気持ちの一言一句を、読ませていただくとですね、やはりそのことに対する、不安感というのを強くお持ちだと思いますので、私はそういう陛下のことを汲み取ってですね、できるだけ早くこの上位ができるような環境整備をしていくべきと、そういうふうに。その他ご質問ございますか。それではここで定例会見を終了します。どうぞ。先ほど山本記者からもありましたけれども、何笑ってるんですか。笑いすぎですよ。お笑いの場合じゃないんでね。先ほど憲法審査会のお話で、民進党自民党ですね、一番弱かったと。TPP の話も絡んでの、ことは当然、民進党はそうなんですけれども、与党も定年者が足らないということも言わざるを得ないんですね。先週末の、我が党の年金問題、年金の法案についての扱い、通信の扱いについて、非常に週末混乱いたしましたが、それと同様にですね、与党も丁寧な説明がなされてないということもございました。ですので公明党さんにですね、幹事会の進め方についても説明がなかったということで、不調に終わった原因の一つにもなっております。ですので与党も、TPP の問題のみならず、現場のこと、また具体感のことも含めてですね、丁寧な説明をしていただきたいと思いますし、現場現場のですね、責任を持って、きちっと制御しながら審議を進めていただきたいと思っております。ですので、民進党からすればですね、口実になったのかわかりませんけれども、与党は与党側のそういった状況にもなったというところでもありますから、一党間のみならず、少数政党にまでですね、目配りは必要じゃないかということを申し上げたいと思います。今の話でご質問とございます。それでは定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、秋になりましたね。